はい、皆さんこんにちは。今日はですね、プロクリエイトで描いたイラストとか、あと手書き文字、これをですね、ベクター化する方法を紹介していきます。ベクター化っていうのは、イコールパス化ですね。プロクリエイトで描いたイラストとか文字っていうのは、ラスターデータなので、それを例えばイラストレーターに持っていきたいっていう方は、今日のチュートリアルは結構使えるんじゃないかなと思います。このベクター化する方法をぜひ、覚えていってください。で、今回は、手書き文字をですね、ベクター化する方法を紹介していきます。イラストのベクター化は、次回の動画で紹介しようと思っています。で、プロクリエイトでおしゃれなね、手書き文字を書きたい人は、私ね、そのプロクリエイトのスクリプトブラシセットって言って、おしゃれな文字が書けるブラシセットっていうのを用意しているので、それは概要欄の方に載っけておきます。今日はそのブラシセットを使ってやっていくので、買ってくれた人はね、それを使いながら一緒にやってみてください。で、今ね、これエンジェルって文字書いてるのは、スクリプトブラシセットの中のラビットっていうブラシを使って、書いてます。ラビットはね、こんな感じの綺麗なレタリングを書くのにすごく優れてるブラシです。で、他にね、使えるブラシとしては、この上のフラミンゴとか、あとジャイアントパンダも使えるかな。あとはその下にペンギンっていうブラシもありますね。これも使えます。で、ちょっとペンギンのブラシで書いていきますね。で、このペンギンのブラシはね、こんな感じで、細めのマーカーっていう感じかな。結構ポップな文字を書きたい時に優れてるので、そういうね、バナーだったりとか、ポスターとかね、いろいろデザイン作りたい人は、ぜひね、ペンギンのブラシを使ってみてください。で、他のブラシはね、例えばライオンとかね、5番のライオンを使って書いてあげると、結構ね、力強い文字が書けるんですけど、今紹介しているブラシたちっていうのは、ベクター化するのに向いているブラシを紹介しています。このスクリプトブラシの中にはですね、ベクター化するのに向いてないブラシっていうのはあって、それはね、1番のスネークとか、あと3番のウルフとか、あと10番のエレファントっていうのは、ベクター化するのに向いてないです。で、理由としては、そのブラシの特徴として、ちょっとかすれてたりとか、あとはね、滲んでたりとか、あと透明度があって透けてたりとかするんですよね。で、まあそれはね、デザインのためにそういう風に作ってるんですけど、そういうかすれとか滲みがあるものっていうのは、ベクター化するのに向いてないです。なのでイラストレーターとかにね、持って行ってトレースしようとしてもあんまり綺麗にならなかったりするので、そういうのはトレースしないで、今回みたいなライオンとかね、こういう固めのブラシを使って書いた文字とかっていうのを、ベクターしてあげてください。で、ライオンで書いた文字はね、こんな感じになります。くるってね、回転したところが結構可愛らしくなりますね。で、今回ベクター化していく文字なんですけど、ちょっと切り替えて、このクレイジー iPad Pro って書いたやつ、これをね、ベクター化していきたいと思います。で、ちなみにこれはですね、スクリプトブラシセットの中の一番最後のね、シータートルっていうブラシがあるんですけど、これを使って書いています。で、ここからね、ベクター化していくんですけど、一番初めにすることは、このプロクリエイトのデータっていうのを保存してあげます。で、保存するときは左上の、共有のボタンですね。ここから JPEG っていう項目あるので、JPEG 保存します。で、写真フォルダの中に、画像保存で、保存しておいてあげてください。で、ここからちょっと違うアプリに移っていくんですけど、今回使うアプリは Adobe のね、Adobe Capture っていうアプリがあります。で、これがね、ベクター化してくれるアプリなんですね。でね、この子がね、すごい優秀なんですよね。私もよく使うんですけど、このアプリ無料でダウンロードできるので、まだ持ってない人は絶対にダウンロードした方がいいと思います。で、このアプリね、どういうものかっていうと、簡単に言うと、日常にあるデザインアセットっていうのを全部デジタル化してくれるアプリですね。で、例えば今回みたいに、紙にイラストを描いて、それをベクター化したいとかデジタル化したいってなったら、それを写真で読み込んであげると、ベクター化されたりとか、
で、あとはね、街の中で例えばおしゃれなフォントを見つけて、このフォント何使ってるんだろうなって思った時にその写真を撮ってこの Adobe Capture に読み込んであげると、そのフォントが何かっていうのを検索してくれたりとか、あとは、日常でね、こうおしゃれな配色とか見つけてそれを写真撮ったら、カラーパレットにして、保存しておいてくれたりするんですね。で、こういうね、デザインアセットを自分の中でストックしておくためのアプリみたいな感じです。でね、早速ちょっと使っていきたいと思うんですけど、まず Adobe Capture 開いてこの真ん中の Shape っていうボタンがあるので Shape 押します。で、この状態で下のね、カメラロールか写真のボタンがあるので、カメラロールからさっき保存したこのクレイジー iPad Pro の、文字 JPEG のデータを開いていきます。で、そしたらこの Adobe Capture がこの文字周りのところに、パスを打ってくれるのかな、こういう感じでパス化してくれます。で、右にこのスライダーがあって、このスライダーを使ってパスの密度みたいなのをコントロールしていきます。で、左上に、ボタンがあるんですけど、これは反転、色が反転します。で、真ん中が自動クリーンナップって言って、綺麗にしてくれるのかな、ちょっと私もよくわかんないですけど、で、一番下がコントラストとか、露出とか色をコントロールする、パネルになります。で、今回は白黒なのでこのまま進みたいと思います。で、こんな感じで調節ができたら、右のところにチェックボタンがあるのでこのチェックボタンを押します。で、チェックボタンを押したらこんな感じでね、さらに微調節をするパネルが開いて、ここでいらない部分とかを消したりとか、あとは付け加えたりっていうこともできます。今下のところのパネルに、消しゴムツールがあるので、消しゴムツールを取って、例えばね、こういうところとかいらないなと思ったら消してあげることもできます。で、この消しゴムのところをもう一回タップしたらブラシに変わるので、ブラシに変えてあげて、もう少しね、太くしたいなって思うところがあればプラスで追加することもできます。今回はね、このままやっていきたいので、追加するところはないですけど、細かいね、微調節ぐらいだったらやってもいいかなと思います。で、上のところのタブに、切り抜きっていうのがあるので、切り抜きでトリミングしてあげます。この文字がいっぱいいっぱいになるぐらいにしてあげてください。で、トリミングできたら、その右のボタン、スムーズっていう機能があります。今、このスムーズオフになってるんですけど、このスムーズをオンにしてあげると、パスがね、より滑らかになります。すごいね、小さな変化なんですけど、エッジのところとか見てもらうと、今これ、スムーズがオンになってる状態ね。で、オフにしてあげると、これ。これがもともとのもので、スムーズをオンにしてあげると、その曲線、間のところが滑らかになっていきます。で、今回はさっきも言ったんですけど、このブラシ感っていうのは残しておきたいので、このままオフで、スムーズはオフで進みます。で、この状態で右上の保存を押すと、アセットの中に保存されてます。これですね。で、ここにもう保存されてるものっていうのは、ベクター化された SVG ファイルっていうね、形式で保存されてます。ここに SVG って書いてあります。で、もし Adobe を契約してる人でイラストレーターとかね、使ってる人は、Mac とかでね、イラストレーター立ち上げて、Adobe の CC ライブラリっていうのがあるので、それを開いてあげると、この、SVG ファイルっていうのがもうそこに入ってます。同期されてるので、すぐにそのデータを使うことができます。なのでね、いられ持ってる人はこの Adobe Capture ね、ゴリゴリ使うべきだと思います。で、もしいられ持ってない人、いられ持ってないんだけどどうするんだよっていう人いると思うんですけど、大丈夫です。とっておきの技を教えます。で、この設定ボタンのところを押すと、いろいろ共有する画面が出てくるので、この中から書き出し形式っていうところを押します。で、書き出し形式を SVG にして、次に進むとこんな感じで、どのアプリで開きますかっていう項目が出てくるんですね。で、この状態でこの中から、アフィニティデザイナーを選んでください。アフィニティデザイナーです。で、このチャンネルでもね、何回かアフィニティデザイナー紹介してるんですけど、ベクターを操ることができるアプリなんですね。で、このアフィニティデザイナーで Adobe Capture で撮ったベクターデータっていうのを読み込むことができます。
で、この状態で開いてあげるとこんな感じ、あのいられでね、開いたみたいな感じになるんですよね。すごいですよね。で、選択、このね、あの文字1個選択して、左のツールバーの2番目かな、ノードツールっていうのがあるんですよ。これはパスを操ることができるツールです。で、このノードツールを選択した状態で画面のところね、タッチしてあげるとパスがうわーって出てきます。で、もしもうちょっとね、微調節したかったら、このパスをね、移動させてあげたりとか削除してあげたりってやると、本当にこのベジ曲線を後からね、修正することができます。なんでね、ロゴ作りたい人はもう絶対必須です。Adobe Capture とこのアフィニティデザイナー必須だと思います。残念ながらね、まだ iPad にはいられのね、アプリがないので、本当は、まあ、Adobe 使ってる人だったら Adobe Capture といられでね、連結する方がいいんですけど、もし全部あの iPad で完結させたいっていうことであれば、あのアフィニティデザイナーを買った方がいいです。確かね、2000円ぐらいで買えるので、ぜひおすすめなので、あのやってみたい人はね、買ってみてください。はい、ということでですね、こんな感じで完成にしたいと思います。どうですかね、なかなかいい感じでしょう。あのね、 Mac ね、 Mac 持ってなくてもここまでできちゃうので、手書きのね、ロゴとか作りたい人はもう絶対やってみてください。で、書き出しするときなんですけどね、最後、書き出しするときは左上の項目タッチしてもらうと、ここに書き出しっていうところがあります。で、この書き出しを押すと、この上のところにいろんな形式で、書き出しすることができるんですね。なので、もしピングが良かったらピングを押したりとか、あとまた SVG でベクターとして、保存したいのであれば、SVG を選択した状態で保存してあげると、あの人にね、送ったりもできます。で、こんな感じで今日は以上にしたいと思います。今日は結構ね、実用的なチュートリアルだったんじゃないかなと思います。iPad はね、本当に使いこなそうと思ったらアプリを知ることが一番大事だと私は思ってるので、皆さんね、日々アプリの研究とかいろいろしてみてください。本当ね、あの What's Computer を目指して私は頑張ってるので、あの皆さんがね、おすすめのアプリとかあったらぜひ教えてください。で、もしね、この動画が役に立ったら、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。